皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は渡辺亮のオンライン写真部のお知らせということで、前からやらせていただいているオンラインサロンなんですけども、今年からより充実させた内容にしていきたいなと思っているので、改めてお知らせしていきます。このサロンで主に何をやってるかっていうと、まあいろいろあるんですけども、一つは月1でやっている皆さんのお写真にコメントをさせていただく好評トーク会っていうものと、あと毎月テーマを作って写真を投稿していただくフォトコンテスト、そしてカメラの、まあ、技術的な練習になるような練習課題っていうものを雑談みたいな感じで、最近こんな写真撮ったからどうですか、見てみてくださいみたいな気軽なこう交流みたいなものをですね、そういったものを主にやっているんですけれども、まあ、それは引き続きやっていくんですが、今年のやっていきたいことっていうのを決めました。で、それが何かっていうと、オフラインでのお会いできる場所をサロンの方限定で設けようっていうことを決めました。基本的に2ヶ月に1回くらいの予定で、まあ、どうしても場所が関東中心にはなってしまうんですけども、みんなで例えば公園とかお花がある場所とか、なんかその写真を撮りがいのある場所に行って、あの一緒に写真を撮って、まあ、その後何かちょっとご飯でも食べに行くみたいな、本当に緩い感じでですね、そういった交流会っていうのを、やる場所にしていこうかなと思っています。どうしても写真を撮っていてもなかなかね、そこを同じ趣味の仲間がいた方が絶対楽しくなると思いますし、サロンの中でも本当にすごくそれは感じていて、お互いにこういい刺激を与え合ってくれているんじゃないかなっていうのが本当に私も見ていて、あの嬉しいなって思うので、ぜひですねその仲間が増えてくれたらいいなっていうふうに思っています。で、本当に真面目にやっていただいてる方なんか結構長く見ていると、すごくね、なんていうか、あのやっぱり写真に対する考え方が、あの自分で変わっていってるなっていうのが気づいている方も多分多いんじゃないかなって思うんですよね。地道に継続していくことで、あ、こういうことなんだっていうのが自分できっと分かるようになってきてるので、そうするとより写真が楽しくなるんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、ぜひ私の YouTube 見ていただいて、結構共感できることが多いなっていうふうに思ってくださっている方には本当におすすめです。で、さらに今期間限定でなんとですね、1週間無料でオンラインサロンの方を覗ける期間っていうのを設定してみました。なのでちょっとちらっと見ていただいて、あ、こんな雰囲気だったら楽しそうかもって思ったら、そのまま継続してもらえたら嬉しいですし、あ、なんかちょっと違うかなって思ったら、そのままこっそりね消えていただいて大丈夫なので、ぜひまずは覗きに来ていただけたら嬉しいなというふうに思っています。で、ただ私もちょっとあんまりにも大人数になるのは正直自分が苦手なので、上限の人数は決めてまして、学校の一クラスの平均ぐらいにしようというふうに思っています。ちょっと様子見なんですけどね、はい、そのぐらいの人数で全員の写真の雰囲気っていうのを覚えられる範囲ぐらいで進めるのが私にとっても多分いいんじゃないかなって思っているので、はい、興味がある方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。視聴者さんと実際に交流しながら、写真の仲間が増えていけばいいなっていうね気持ちでサロンの方やっていますので、ご参加お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。